1879年3月14日、ドイツで誕生。5歳頃まであまり言葉を発しなかった。9歳でピタゴラスの定理を知る。微分積分を独学で習得。1880年、ミュンヘンに引っ越す。1885年、ミュンヘンの小学校に入学。1894年、家族はイタリアに引っ越すが、彼だけミュンヘンに残る。1895年、イタリア、ミラノへ行く。1896年、スイス連邦工科大学に入学。一度不合格になるが、翌年合格する。1905年、光量子仮説、光電効果の、世紀に残る論文を発表。1905年、ブラウン運動に関する論文を発表。1905年、特殊相対性理論1に関する論文を発表。特殊相対性理論2に関する論文を発表。1908年、スイス、ベルン大学の講師になる。1912年、スイス、チューリッヒ工科大学の教授になる。1916年論文、一般相対性理論の基礎を発表する。1922年、ノーベル物理学賞を受賞する。賞金$32,000、約束通り、ミレバへ渡す。1939年、ルーズベルト大統領に、原子爆弾の研究を進める手紙を送る。1955年、帰らぬ人となりました。脳は研究用に取り出された。今は、国立健康医学博物館にある。ジョン・フォン・ノイマンを唯一、天才だと言った。彼は誰？